今月10日までの大雨の影響で国頭村では肘川が氾濫し、住宅が浸水するなどの被害がありました。これを受け県は今日、汚濁防止膜を設置し、重機2台を使って川底にたまった土砂や流木などを取り除く浚渫工事を始めました。今回緊急的な措置ですけども、県として県ができることを一つ一つ取り組んでいくことと考えております。区からその浚渫の要請は出していたので、ちょっと遅いではあるかなと思います。いやー、まだちょっとここ部落に住んでる人たちは精神的にはまだ本当の安堵というのはなくて、もうただ無我夢中、もう片付けに追われている状態じゃないですか。県によりますと、浚渫工事は2週間の予定で、氾濫の原因とみられる土砂などを撤去していくということです。